这两艘铁甲巡洋舰，那比颐和园最高的牌楼还要高出好几倍，浮在海上跟座小山似的。那舰上的大炮更是威力惊人，轰的一炮打出去，哎，什么样的敌舰都灰飞烟灭。奴才当时看，那些个洋人的脸都吓白了。什么叫军威浩荡？这就叫军威浩荡。李鸿章治军有方，号令森严。不光是淮军各部和北洋水师，就连洋人对他都十分敬服啊。丁汝昌也不错，奴才看他在海上指挥舰队，一会儿是双行鱼贯阵，一会儿是犄角鱼贯阵，一会儿又是鹰扬双翼阵，把奴才的眼睛都看花了。更要紧的是，奴才带天阅兵，所到之处处处感到李鸿章和北洋水师对朝廷的忠心，这让奴才心花怒放啊。所以你就得意忘形，以诗咏志。以诗咏志？同携劲旅言千帆，罗拜遗求列几行，鸿飞九天齐赞颂，立辞黄屋扶危阳。那是臣一时高兴，绝无他意。绝无他意？那我问你，什么叫同携劲旅？你又跟谁同携劲旅呀？李鸿章吗？北洋水师什么时候成了你们哥俩的了？你又打算怎么个鸿飞九天呢？哎呀呀，太后，奴才不敢。醇亲王府容不下真龙天子了，咱们的七爷要冲霄而上了。太后，同携劲旅是说当时阅兵的情景，鸿飞九天是我大清国国威。你怎么个解释？那是你的事儿，我只劝有的人放明白些，不要以为儿子当了皇上，如今又亲政了，就生出许多妄想来。列祖列宗在上，奴才绝无不臣之心呐。是啊，平常看着老实巴交的，像是没什么坏心，可到了节骨眼上，那又是谁知道呢？有的人呐，七爷，七爷，七，太后，七爷不行了。刚说了两句，怎么就这样了？快把他弄走，给他请个御医。止めてくれ。ちょっと止めてくれ。ありがとう。いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませ。握り飯はあるかね。おお、ありますと。ほら、梅干しの入ってるやつ。ははさ、どうぞどうぞ。じゃあ、それをもらおうか。さささささささ。旦那はさぞかし立派なお方とお見受けしますが、何だってこんなもん召し上がりたいんで。
長いこと日本を離れていたんだがね、何が恋しかったかって、梅干しの入ったおにぎりだよ。外国？おお、そいつはすごい。一体どこに行ってらしたんです？秦国だよ。秦国？おお、そりゃすごい。あそこは日本人にとっちゃ憧れの国ですね。あそこは女の足はちっちゃいが国土は果てしなく大きいって話だ。一度は行ってみたいもんだ。さあどうぞどうぞ。見るだけじゃダメだよ。秦国で一儲けしてこの10倍くらいのでかい店を開かなきゃ。そして一味違う足の小さな女たちを心ゆくまで楽しむんだ。それはまた夢みたいな話ですな。このくらいの夢を持たなきゃ大日本帝国の国民とは言えんよ。ただいま帰国いたしました。おお、小村君。軍事費の増額と艦隊の補強に関する予算案はすでにここに出来上がっている。補強艦隊閲兵式の様子をすぐに報告してくれたまえ。お疲れのところ申し訳ない。ただいま。ああ。お父さん、私がやるわ。大丈夫大丈夫、純子は帰ってくるなり大忙しだな。まったく親孝行な娘だ。お父さんは一生懸命働いて私を学校に行かせてくださってるんだもの。ちょっとくらいはお手伝いしないとね。一生懸命ね。お父さんたら何か面白いことでも思い出したの？今日店にお偉い人が来てな、父さんに秦国に行って人儲けしろってんだ。娘に言うのもなんだかな。まあいいか。秦国の足の小さな女たちを楽しんでみろとも言ってたよ。あら、お父さん照れることなんてないわ。朝彦さんが言ってたの、秦国は私たちの敵だって。もし戦争で勝ったなら敵の領土や財産、それに女の人たちを奪うのは当然のことだって。朝彦のお坊ちゃんがそう言ったのか。あそこは親王様の家柄だ。純子みたいな平民の娘とじゃ釣り合わないんじゃないかと父さんは心配でな。今は明治だっていうのに、お父さんの頭の中身はいつまでたっても江戸時代のままなのね。ねえお父さん、朝彦さん横浜の海軍学校卒業したのよ。だから私たち今日会う約束なの。はいはい、行きなさい行きなさい。まあ接吻くらいなら許してもいいけど、それ以上は許しちゃいかんぞ。いいな。お父さんならもう。あ、もういい。やっぱり今日会えて嬉しいわ。うん、僕もだよ。朝彦さん、痩せたわ。そう？うん。純子はこんな僕は嫌い？どんな姿になっても純子は朝彦さんが好きよ。ねえ、卒業したらまた扶桑に戻るの？いや、退去を命じられている。新しい軍艦に配置されるかもしれないんだ。新しい軍艦？ああ、吉野だよ。航行速度 22.5 ノット、秦国の主力艦定遠の 14.5 ノットよりはるかに速い。残念ながら今はまだイギリスの造船工場の中だけどね。なぜ早く持ってこないのかしら。それもみんな
あのいまいまちい政治家のやつらのせいさ。まったくあいつらまとめて海の真ん中に投げ込んでやりたいよ。もしこの命を吉野号のネジ一つと交換できるというのなら、僕は迷わず持ってってくれっていうのにな。朝彦さんがいいって言うなら、純子だって吉野号のネジになりたい。純子、君が欲しい。朝彦さんが望むなら。やっぱりちゃんと吉野の鹿になってから純子を迎えに来るよ。钱多胆儿也大，天样大事都不怕，不丧身家不肯怕，财也少，产也少，后来子孙祸也少，若问子里是如何，子孙钱少胆儿也小。老爷，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 老爷！今天是什么日子？今天是光绪十七年11月21。再过两天就是我阿玛的生日了。どうぞ。陛下はただいま大事なお客様とお話し中でございますゆえ、首相閣下並びに各位大臣の皆様にはこちらにてしばしお待ちくださいますよう。承知しました。その重要な客人とは？福沢諭吉先生でございます。あの大役者の福沢諭吉？はい。しかし白衣粛清とも並び称されるほど政治とは関わりを持たぬことで有名な先生なんですがね。そのような方を陛下が招き求めるとはどういうことだろう。彼の言論が国民に与える影響は大きい。ひょっとすると陛下がお聞きしたいのはその辺のことかもしれん。先生の世界情勢に対するご貢献、朕にも得るものがあった。時に先生、先生は清国についてどうお考えなのか、ぜひお聞かせ願いたい。というと先日行われた北洋艦隊の閲兵式のことですかな。さすが先生、ご存知だったとは。
いや何、タイムズの記事を見たもので。陛下、補給艦隊について何かお気にかかることが。補給艦隊、我々にとっては目障りな存在でしかない。そうであろう。清国との海戦については陛下は我々と同じお考えだ。しかし厄介なのは軍事費の増額を承認しない議会の連中だ。小村君の報告が彼らを説得できるものであればよいのだが。説得などと悠長なことを言わずに、奴らの鼻先に現実を突きつけてやればよろしいんですよ。ここは一つ先手を打つべきではありますな。小村君の報告書を先陣として議会の一角を切り崩しておき、恐れながら陛下のご承認と国民の支持を得て挟撃すべきであると。中国は地に落ちました。あれほどまでに衰退しては文明開化の道もすでに机上の空論。たとえ立候補者が100人いたとしてもどうにもなりますまい。アジアを牽引する力もはや中国にはない。確か先生の書に西にイギリスあり東に日本ありと書いてありました。さすが先生、先を見る視野が遠大でおられる。弱肉強食は自然の断りです。しかし同じアジア、そして黄色人種の国家として私が最も憧れたのが中国でした。私もかつて多くの漢籍に親しんだものです。好きな下りは今でも空で言えます。輝かしい中国の歴史に実に多くのことを学びました。しかしそれが今では腐りきった国となってしまった。それでは先生も清国との海戦に異論はないと。国民の支持は重要です。民族主義を啓蒙し、国民の政治に対する不満を清国への憎しみへとすり替える。その通り。民族主義のもと国民が一丸となれば日本は優位に立てる。私の脱亜論にも書いた通り、日本は一刻も早くこのアジアという枠組みを抜け出し、欧州列強の仲間入りをすべきです。中国はすでに忌まわしき友人となりました。早々に切って捨てるべきでしょう。しかも今の清国はといえば、政府は統率力に欠け、国民は政治に関しては全くの無関心。李鴻章が一人奮闘したところで身内に足を引っ張られるのがオチだ。お、陛下のお出ましです。真にも得るところが多大であった。それでは新伊藤博文以下4名参上つかまつりました。お食事中大変恐縮にございます。そなたたちの上層文を見て陳も憂慮しておる。吉野の購入の予算、議会は何としても通さぬつもりか。我々内閣は陛下のご支持をいただきたいのでございます。しかし議会が承認せんことには陳とて法は変えられぬ。この度の内閣は非常に困難な立場にございます。予算案に従い軍事費を 10% から 30% に引き上げれば国民に負担しきれないのは明白。しかし北洋艦隊の脅威はすぐそこまで迫っているのです。そなたは清から戻ったばかりであったな。どう思う？は、恐れながら直言をお許しいただけるならば、北洋艦隊の砲火が日本に向け火を吹いてからではいくら軍事費を増額しても手遅れなのでございます。
小村君、陛下の御前だぞ。口を慎みたまえ。しかしすぐにでも吉野を手に入れない限り、小村君の話もざれ言ではなくなります。そなたにすぐとはいかほどのことじゃ。1年半年だ。真の艦隊が我が面前で意を誇る様、これ以上一日たりとて我慢がならぬ。半年以内に吉野を手に入れよう。神どもはもちろん、陛下のご意向を実現するために骨身を惜しまぬ所存にございます。しかしながら、このような巨額な負担を国民に強いることはおそらく非常に困難にございましょう。朕をそのような臣下を顧みぬ君主と思うか。かの高専の臥薪嘗胆に習い、朕も好みをもって示してくれる。誰が膳を下げよ。膳を下げよ。はい。たった今より、我が帝国の海軍が北洋艦隊を越えるその日まで、朕の食事は一日一食のみとする。陛下。九十九、一百，一百零一，一百零二，一百零三，一百零四，一百零五，一百零六，一百零七，一百零八，一百零九，一百一十，一百一十一，一百一十二，一百一十三，一百一十四，一百一十五，一百一十六，一百一十七，一百一十八。好。御膳齐备，恭请太后进膳。白云朱手，龙飞凤舞，蜻蜓点水，孔雀归巢，风摆荷叶，鱼米之乡，蒸羊羔，蒸熊掌，蒸鹿尾儿，烧花鸭，烧雏鸡，烧子鹅，卤煮卤鸭，就这么点菜，真没办法下筷子。奴才无能，奴才在李中堂那儿见他比太后吃的好多了。奴才啊，明儿派个人去跟他学学。学？就你？李鸿章会打仗，会办洋务，会搞外交，你学得了吗？那可不一定。奴才要是像李中堂那么有钱，就没什么学不了的。你少在我面前挑唆。我告诉你，不让你上军舰是我准了李鸿章的，让你到北洋去溜达溜达，是看看你出了宫以后是个什么德行。奴才知错了，奴才知错了。北洋水师待遇优厚也好，李鸿章在洋人的银行里存了点钱也好，他劳苦功高，给咱们大清争了面子，别的事儿说不天也没有用。奴才知错了，奴才知错了，奴才该打，奴才该打，
奴才该打，奴才知错了，奴才知错了，奴才该死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 ，该死，奴才该打，奴才知错了，奴才知错了，奴才该死，奴才该死，奴才知错了。陳はかねてより日本帝国繁栄の要は海軍にあると考えてきた。今帝国は国家予算の多くを海軍増強に充てており、陳も皇室より年に30万を給付すると定めたが、まだ到底十分とは言えぬ状況である。陳は甚だ憂慮している。そこで臥薪嘗胆に倣い、また皆の中遊の志に応えるため、本日より陳は一日一食しか食さぬと決めた。帝国海軍が秦国に遅れを取るうちは陳もまた橋を取らぬ。国民の恥ってもんだ。もしも今すぐ吉野号を買うことができたら、天皇陛下だってご安心なさったでしょうに。それに朝彦さんだって。だからわしらもこうして努力してるんじゃないか。それはお父さんの努力だもの。私も吉野号のために何かしてみせる。たとえネジ一つにしかならなくても。よし、フェア。なぜ食わんのだ、食え。我々だけは食べることはできません。うん、帝国海軍の命令だ、食え。食べることはできません。うん、我々の勝利のためだ、食わんか。天皇陛下が召し上がらないのに食べるわけにはいけません。それでは全員一致で軍事予算の増額と艦隊増強に関する予算案を可決いたします。小村君、大事な予算案も片付いたことだし、ここらで一息つきたいところじゃないかね。そうですね。この疲れ切った心と体、誰かに癒してもらいたいものですね。富川町には切れどころが揃っているらしいぞ。いやいや、陸奥先生がその方面にお詳しいとは思いませんでした。これは国民に知れたら大波乱を巻き起こしますよ。政治家にとっちゃ色間違いが唯一の慰めだ。そうだろう、これさえも取り上げようっていうのは、そりゃ人権蹂躙というもんだよ。
ああ、そっちだ、そっちを左だ。屈強な労働者でも1日のお給金が15銭にもならないのに、女の私に他に何ができるでしょう。朝彦さんの夢は吉野号の士官になることでしたね。だからもし純子が作ったお金が少しでもその夢を叶える役に立てるなら、純子はそれで幸せなんです。女性に触れるのは本当に久しぶりなんです、うん、いや、おとなしくするんだ。いや、うん、あの、言うこと聞かないか。今日は初めてなんです。ですからどうか。本当に、うん、私はなんて運のいい男なんだ。いや、うん、いい子にしてないか。朝彦さんがいいって言うなら、純子だって吉野号のネジになりたいわ。将、あちらをご覧ください。あれが吉野号です。この度導入された新型艦、さらに世界最速の巡洋艦吉野号が加わったことで、我が帝国艦隊は総トン数ばかりでなく航行速度並びに射撃速度においても補強艦隊をしのぐ規模となった。今や機は熟しましたぞ。まさにその通り。この機を逃してはなりません。私は清国侵攻の海軍司令の任を拝したまわるよう陛下に拝謁し奏上してまいりました。さすがにお二方とも代々軍人のお家柄というか、大和魂の血が騒ぐといったところですかな。しかし政治においてはすぐに戦争というわけにはいかないものなのですよ。これが
ほう、それでは我々がこれまで進めてきた戦争の準備を無駄にせよとのお考えでしょうかな。陛下は機が熟したと。あと我々に必要なのは大義名分のみ。開戦の時は近いぞ。北洋大臣直隶总督李鸿章二十余年筹建海防，忠诚勤慎，呕心沥血。此次北洋水师大阅兵，龙旗碧波，铁剑巨炮，扬大清国威于世界，该大臣功不可没，着晋封为一等粟邑侯，赏赐黄马褂，戴三眼花翎，北洋水师各部俱有赏赐，钦此。臣叩谢天恩。此次阅兵朕心甚慰，我大清国时时有了一支可以雄视远东的强大水师，朕从此可以安枕矣。能让圣上和太后安心是做臣子的福分。至于说到雄视远东，臣以为李中堂难道有什么隐衷吗？北洋阅兵之后，水师提督丁汝昌曾给皇上上过一份奏折。哦，就是水师请拨60万两银子的奏折啊。朕已经批了，交给翁师傅办了。禀皇上，户部现在能动用的银子也就这60万两了。如果都批给了北洋，其他地方用钱臣就没法子了。禀皇上，这60万两银子是我北洋水师更新设备购买炮弹，是无论如何不能少的，少了我北洋水师的船就开不动了，炮也打不响了。人呢？都他妈死绝了！爷，哎呦，您来了！今儿您又当些什么呀？哎呀，怎么说话呢您？庆王爷，您先坐，我这就给您叫掌柜的去。好。掌柜的，掌柜的，庆郡王来了。哎呦，庆王爷来了！把珠子拿来，快！小的给王爷请安了。嗯。下来，你够眼呐！这种茶叶怎么能给王爷喝呢？快到屋里，把那西山云雾给拿来。啊，怪不得他，这茶我不常喝嘛。王爷，满北京城都知道啊，太后钦点王爷管园子的事儿。小子就算计啊，您今儿会来取珠子，这不前儿个，我特意到林大生古玩店呢，重新给您打理了一道。您瞅瞅，跟新的一样啊。您瞧瞧。啊，不就是修园子的事儿吗？哟，王爷，你可千万别这么说呀！您接的是谁的差呀？您接的是淳王爷的差。淳王爷是什么身份呢？你比小的清楚。不过呀，小的呢就敢打这个赌，用不了多久啊，您庆郡王就会变成庆亲王，您呐会成为皇上和太后以外大清朝的头一号人物啊！你小子，我真把你看扁了。你是个明白人，别开当铺了，跟我当差去吧。哟，王爷，你这不要小的命吗？小的连这点买卖都倒腾不开，还当差呢？买卖做不好啊，顶多是个赔；差要是当不好啊，
那是要掉脑袋的。